Thank you.
子供の目線からすると、そこだけはやっぱ楽しいんですよね。中学生が
で、2人、で、2と、これで2パターン、もしくは、連続パターンを、はい、そうなんですよ。通信はしないとか、やっぱ、どうしても、保線橋の上からも、下から見上げるって感じですよね、本当に。大人の目線に立っちゃって、なんかビルから見下ろせるような。山田山とか西江とかさ、富士見ヶ丘とかから、あっとかみんなさ、戦力パターンを、井の頭線から、結構怖なのかもしれない。何に濃いんで、その際に。おっと、いい感じやもん。いい感じかもしれない。ほんとか、これでやっといけるか。助走がいるのか。あれまた動いてねえな。なんでだ。でもライトが光ってるってことは、あれ消えた。あれ？また止まったな。やっぱ行ったら。その仕事に一応通るからやってみて。今の状況は一番2万に万円状況なんです。ダメだな、これ。人流ちょっと諦めるわけにいかない。そう、楽しまれますね。ここで下がれるような状況が見えてる。ライトの場合は、沖縄クリーム通電できてれば、
確かに宮殿モーターに対する宮殿が悪い宮殿が悪いかなっていう感じ。でも落ちるってことはモーターの中で何か起こってるから、おかしいんですよ。ああ、おかしい。モーターの中で接触があるから、おかしい。だったら、どっちでも起こってもおかしくないですけどね。あれ？今噛んでんのね。あ、なんかね。
かな、まだ。こっちのフライオイルの先に見えるのに。あー、ほんとだ、なんか。フライオイルがちょっとおかしいな。あ、フライオイル。モーター軸とこっちに見えるのは何もしてないから。この辺が裏面なんですよ。あれかな、フライオイルが車に接続してた。ガンガン乗ってるの。乗ってるね。Thank you.
黄色は、さすが、レンダー。
ああ、ね。
本当はくっつける予定だったんだ。何回頼んだの？まあ、これは
こっち側は、あ、そう、これか、これだ。あ、こっちもあれだね、点でやってんのよ。でも、あれだ、こうじゃなくて、こうしてるのよ。あ、意味があった。これつけた後にモーターが、なんかその順番的に。なるほど、その、なるほど、そういうことか。はいはい、順番が違うのか。一旦それでやってみよう。ハンダがねえから。なるほどな。こっちだってマジで。でもこれ俺のやつはハンダ付けした。これとこいつはハンダ付けしたっぽいんじゃないかなと思う。どう考えてもこれ設計不良だろ。結構ね、とにかく設計不良って、あれぐらいもなんかね、評判が変な復旧がちょっと増えて、あれぐらいなんか広くなって言われてるんだけど、あれ逆レンズ打ってるためにあれ入れてるんですけど、なんかちょっとあれが強いですね、調節が力かかってるから行けるんですよ。そうか、これがいいね、あれだ。うわ、これもう一回やってたんだ。これさ、これあれだから、組み立てするようななくはないから、なんか本当はこの順番だと組み立てないといけないんだけど、モーター先のこれでやって、接触悪いとかさ、全然悪いですよ。逆にだったらよく今まで出なかったなって話ですよ。こっちだとフロアゾーンなんだけど、
なんだこれ、スケールすぎる。
山手線だけの人に聞かせるだけなんだけど、山手線だけだから迷わず。山手線のこいつだけって。
よし、はい、帰るよ。